が来ておりますのは、カリキヌですね。帽子が男性と少し変わっております。これは平安夜帽子と申します。同じように紐さばきをいたしますが、男性とはちょっと違います。実は、女性の場合にはあの紐が、たすき代わりになるんですね。同じく年老です。たもとから腕を出しました。男性の場合には肌脱ぎをいたしますけれども、女性には肌脱ぎがありません。たすきをかけましたので、そこへたもとを挟み込んで背中へ回します。引いた時に邪魔にならないようにしたいですね。皆さんの前で在庫でおります的がですが、今当たりました。最初に右に倒して、それから左に倒して、また右に倒して収めました。当たった場合には的側へ倒すのが最初です。で、先弓が外しました。その時は射手の方に最初に倒してから、座位を右に持っていきます。
それを確認しまして、左側に、兵を持っている女性がおりますが、確認したよっていう兵を左、右と振ります。Mm-hmm.